こんにちは。こんにちは。今日インタビューよろしくお願いします。お願いします。生理学園チャンネル。はい、じゃあ今日はインタビューよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまず自己紹介をお願いします。はい、はい、生理学園大山校シオンです。よろしくお願いします。お願いします。シオンくんね。はい、シオン。1年生。はい、1年生です。1年生、わかりました、はい、お願いします。じゃあですね、今日しのんくんの、はい、まあ、いろんなことを聞いていきたいんですけど、はい、まず中学生の時どんな中学生時代を過ごしてたかっていうのをちょっと聞きたいです。はい、はい、お願いします。中学生の時は、まあ、あんまり学校に行ってなくて、まあ、家に引きこもってゲームばっかりしたりとかしてた中学生時代でした。引きこもった原因はあるの？中学校の校則がめんどくさくて。おお、校則がめんどくさい。校則が結構、うん、厳しかったんだ。厳しかったっていうかは、校則が嫌いで。なるほど、はい、うんうんうん、自由でいたいみたいな感じだったんですけどなるほどね、それが嫌いで、はい、まあ、もう学校いいやみたいな。そうですね。ああ、なるほどなるほど。3年間？いや、1年生の時は学校に行っていて、2年から2年から。じゃあもう卒業まで、はい、そうです、ね、わあ、なるほど。じゃあもうその間ゲームやって、ゲームやったりとか。勉強してた、その間？まあ勉強はちょくちょくして。ちょくちょく、ちょくちょく。なるほどなるほど。なんかさ、親御さんになんか、はい、学校行きなさいとか言われたことははない。あ、そうなんだ。親もその、うん、学校に行けなかったら、うん、いいよいいよっていう感じで。じゃあそこ理解してくれたんだね。はい、そうかそうか、分かりました。じゃあさ、その3年生になってさ、うわ、これあの進学どうしようみたいな感じで思った？あ、思いましたね。その時さ、どうした？先生に生理学園がいいんじゃないって言われて、ああいいかもってなってきたって感じですね。ね、そこでじゃあ紹介してもらったんだ。紹介してもらいました。ああ、でそれでなんかオープンスクールとか来てみたいな感じ？そうですね。なるほどね。生理学園は転入生、編入生を随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。生理学園チャンネル。ズバリ生理学園に惹かれたポイントは？あ、まあ、やっぱり自由。やっぱそこだよね。自由、ね、そうだよね。なんか、はい、まあ、校則っていう校則がないもんね。ないです、ね、うんうんうん。やっぱじゃあそこに惹かれて入ったんだね。はい、はい、じゃあ、まあ、そこから入ってみて実際はどう？校則もなく楽しい感じだ、うん、何が楽しいですか？まあ、やっぱり友達と話すとか先生とも話すもありますし、特に楽しいのは授業。授業、授業とかが結構楽しい。先生とか、うん、まあ、面白い感じにしてくれる。だってさ、中学校の時はね、もう勉強、まあ、ちらほらって感じだったの。ちらほら。実際今ついていけてる？大丈夫？ああ、はい、全然ついていけてます。いいね。なんかその授業が楽しいっていうのもすごいあれだわ、いいことだ。なるほどなるほど。なんかさ、クラブ活動はやってたりする？音楽家。お、はい、あ、音楽家なの？はい、音楽家なんです。ちょっと待って、それ音楽家なんだ。はい、音楽家。待って待って、じゃあ中学校の時になんか興味があったの？音楽には、ないんですよ。ないんだ。はい、ないんだけど音楽家に入ったの？音楽家に入ったんです。それはなんで？友達がドラムやってるんで。ほう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 。それで。なるほどね、はい、じゃあ何の楽器やってんの？ベースやってます。あ、いいっすね。僕もベースです。ほほ、はい、ベースいいよね。ベースいいっすよ。じゃあベースで音楽家やってるんだね。はい、他になんかさ、クラブ活動はやってたりするの？は、テレビゲーム。いいなー、ね、テレビゲームは何やってるの？スマブラをやってます。面白いよね。面白いね、わかりました、はい、じゃあクラブ活動も楽しんでるということで、はい、生理学園グループ7月学校説明会スタートします。藤原さん、内容の、はい、生理学園の説明が聞けちゃう概要説明、そしてコラボや授業の体験、そして在校生の生の声が聞けちゃう先輩トーク、そして最後には個別相談ができちゃいます。はい、ということでですね、概要欄の方に、お申し込みフォーム貼っておりますので、ぜひ、皆さんですね、そちらからご応募いただければと思います。皆様のご参加お待ちしてます。生理学園チャンネル。じゃあ、まあ、今音楽家にも入ってるし、はい、今後なんかさ、目標とかさ、夢とかってあったりする？特にあまり考えてはないんですよ。なんか頑張ってみたいなとか思ってることとか？やっぱりゲーム。ゲーム？ゲーム頑張りたい。それはどういう意味で？配信者とかゲーム作ったりとか。ほう、そういう感じですかね。あ、じゃあそっちに興味があるの？そうですね。ちょっと待って、意外な、またいろんなのが出てくるな。なるほど。
じゃあ将来の夢、なんか就きたい職業とかってそういうゲーム関係のお仕事に就きたいって感じ？まあそうですね。へえー、なんかじゃあ配信者とか、じゃあ配信者じゃなかったらゲームを作る。ゲームを作る。なんかそれっていつからそう思ってたの？ゲームを始めた時からですかね。じゃあこれが仕事になればなみたいな。なればそうです。いいっすね。わかりました。ありがとうございます。はい、もう最後になります、はい。はい。これを見てくれている中学生の皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい、このチャンネルを見ている方、中学校行けてないっていう方は、テレビ学園来てもらったら結構楽しいですし、先生も友達感覚みたいに話せるっていう学校になっています。あとは音楽とか、いろんなクラブ活動とかもやっていますので、ぜひ来てみてください。はい、ありがとうございます。めっちゃ宣伝してくれるね。はい、ありがとうございました。はい、楽だったでしょ？まあ、楽。全然大丈夫でしょ、はい、うん。じゃあ、最後バイバイで締めましょう。バイバイ。バイバイ。